日本キリスト教団合同前の日本キリスト教会、代表の準備員後列左より、熊野義隆、三好努、富田光、つ小野村林蔵、沢渡る、浅野淳一、飯島聖太、堀内智郎、前列左より、今村幸太郎、村田志郎、金井た一郎、村岸清彦,彦熊野義隆は、日本の牧師、神学者、東京神学大学名誉教授、 上村正久、高倉徳太郎によって確立された日本キリスト教会の福音理解に本格的進学表現を与えたとされている。新政党主義の立場の進学者であり、日本の代表的なバルト主義者の一人、東京都出身。早稲田大学を中退後、東京進学者進学専門学校に学び、上村正久に支持する。1931年徳。 沢清子牧師と結婚して、武蔵野教会に50年間使いながら、日本神学校で教える。戦後は、東京神学大学教授として、キリスト教教義学の体系化に努めた。その神学の特徴は、キリスト教の歴史と信仰を、神の言葉と教会を基盤として論理化しようとした、ものであった。1955年、著書、キリスト教講座で、 神学初科課題を日本では最初に詳細に取り上げた。1962年キリスト教外論で京都大学文学博士。1980年キリスト教功労者の表彰を受ける。日本キリスト教協議会のキリスト教大辞典の協議、協議学等を執筆。バルトの神の言葉の神学が書かれている。キリスト教外論では 新聖党主義のカールワルトとキリスト教の絶対性を否定したエルンストトレルチを統合する神学を展開。キリスト教根本主義を畜語霊感、機械霊感とみなしている。キリスト教外論。ありがとうございます。